っと待ちなさいできましたね。ました。今の感じはフォールですね。サイズアップ？サイズちょっとアップ？ました。わずかな当たりも見逃さず、すごいペースでタチウオをかけまくる即掛けの達人。お、お、サイズアップ、サイズアップ、おっしゃ。一人で仕留めたタチウオはなんと半日で78匹。中山武義、大阪湾タチウオキングバトルを史上最年少で制し、前人未到の2連覇を果たした伝説のアングラー。数を釣らせれば右に出る者はいない即掛けの名手。片やベルトサイズには目もくれず、ひたすらドラゴン狙いに徹する船釣りの達人。オッケー、おっしゃー、ドラッタやろ、イエーイ、ドラッタ。ドラゴンは狙って釣る三石忍、イエーイ。釣り仲間から忍姉さんと慕われる船釣りの女王。サイズを釣り分ける超絶テクニックを披露する。綺麗よね、いつ見ても。私は追わせて追わせてかける派で、当たったら即かける派。絶好調の大阪湾で数を狙うか、はたまたドラゴンを追うのか。二人の名手が見せたテクニックのオンパレード。数と型を釣り分ける爆釣大阪湾てんやタチウオ。おはようございます。ガマカステクニカルインストラクター三井忍です。今日はですね、初登場のこの方をお呼びしてます。どうぞ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。自己紹介を。はい。はじめまして。この度ガマカツフィールテスターになりました中山武義と申します。彼はね、知る人ぞ知るという大会、タチオの大会、数釣りの2連覇。もう前人未到の2連覇やっている、もうテクニック満載の彼です。その彼の魅力を今日は皆さんにお伝えしたいと思います。それでは行ってきます。2人は泉佐野から船で洲本沖を目指します。今年の大阪湾はてんやタチウオが絶好調。ポイントの洲本沖にはすでにタチウオ狙いの船団が来ています。中山さんは得意の即掛けで数釣りを、一方の忍姉さんはドラゴンを狙います。使うてんやはお祭りを防ぐため船の指定で40号。朝一番、中山さんが選んだカラーは薄暗い感じなんで、ちょっとアピール力の高いブローを使ってることが多いですね。その後はそこ多いかなと思って見るのも大切です。だから幅広いあると思います。中山君はね、割とあれだよね、張りのある竿で早くかけていくのが得意よね。そうですね、もうビシビシ動かして当たってきた個体を全部かけていく釣りを。攻めていく早投げするときに合う竿ってなるのかな。やっぱもう硬い竿ですね。それで言ったらもう H MS 縦の H で、はい、天矢をしっかりと動かして確実にフッキングするために張りがある硬めの竿を使います。誘い方ってあるんですか。基本的にはもうワンピッチジャークを天矢をビシビシ動かしてで、止めるときはもうしっかり止める、で、今日はちょっとね、波付けがあるので止めにくい状態ではちょっとあるかなっていうので。
中山さんはキビキビと点矢を動かしてしっかり止め、動きにメリハリをつけます。この止めた時に食わせて最初に出たあたりをかけに行きます。水深はおよそ90メートル。そこからペースを乱さず誘い上げて、タチウオが当たる棚を探ります。75できました。これで当たり棚を把握。かけるのも早かったですね。1匹目いきました。さらに まさに早技。今度は75メートル近辺を直撃して即掛け合わせ。ここからは止まりません。75メーター。ヒットレンジを見つけたらその棚を重点爆撃です。早いでしょ、当たってから動きが。中山さん得意の即掛けが冴えます。一方しのぶ姉さんは天野を巻き上げて餌を追わせて食い込ませてから合わせています。70ですが当たる。当たりますね。しっかり追わせてかけるしのぶ姉さんと即掛けで仕留める中山さん、釣り方は違いますが順調なスタートです。イエーイ。あ、中山サイズ。中山サイズ。中山サイズですわ。ちょっとサイズ狙い。あのね、可愛いのが釣れると最近みんな中山サイズって言うんです。中山くんは数釣りが得意なんですけど、大型狙うのが苦手な子なんです。一番苦手ですね。苦手やな。もうドラゴンも2年ほど捨てないな。捨てないですね。釣り方として追わせて釣る。私は追わせて追わせてかける派で、当たったら即かける派、うん、もうバシバシ動かしてで当たってきた個体に全部かけに行くっていう感じですね。この日の餌はサンマ。早掛けの名人によく釣れる餌の巻き方を聞いてみました。で、三枚さんの捨て方をちょっと工夫して、書いたりしてます。ちょっと活性いい時とか、その餌持ちを持たせたい時は基本的にこういう背を外側、ちょっと活性落ちたとか食いしぶりのタイミングでちょっと柔らかい餌を作りたいってことで、その身を外側に向けてやってます。今は当たりが多く活性が高いので背を外側にしています。食いが落ちると止めの時間を増やして食わせの間を与えます。やっぱりこの中山くんは当たりからの合わせっていうのが非常にスピーディーで、誘いもこうコンパクトに収めてるんですが、しっかりとした誘いで点矢を動かす。メリハリがしっかり効いてるよね。これぞ達人の技。早々にハンデついたような同じアクションでかけまくっています。そうですね、自分の中ではまあいろいろあるんですけども、まず第一が棚を早く見つけること、うん、その、まあ、大会出るにあたってでも人より数を釣るには浅棚で釣れる棚をまず見つけること、うん、ただ浅棚でもかかりが悪い時はやっぱどうしてもあるので、まあ、そこを見極めて、かかりが悪い時はちょっと落としてみたりとか、ちょっと違う棚を誘ってみたりとか、まあ、どこかに絶対答えがあると思うので、はい、
手返しを良くするためにできるだけ浅いヒットレンジを見つけるのがポイントです。小型が多い中でいいサイズが釣れ出しました。メーターオーバーゲッティ、まあまあサイズ綺麗よね。いつ見ても忍姉さんは小型の群れの中からどうやって両型を釣っているのでしょうか。だからやっぱり全ての魚にかけていく中山スタイルと、この大きいのを少しでも大きいのを狙いたいっていう時は私は全てには合わせず、大きいであろうという魚のあたりだけを合わす。いわゆる釣り分けをしてるっていうことですね。そうやな。当たりを選んで型が狙えるのか。おいおいや、大きい。おっしゃー、ドラッタやろ。イエーイ、ドラッタ、やったドラゴン。一体どう釣り分けたのでしょう。水ありて魚あり、魚ありて釣りあり、来た時よりも美しく魚の住める世界を。相変わらず中山さんはハイペースで釣っています。もう私当たり数釣り棚じゃなくて違う棚で肩狙いやってるから。はい、ナイスサイズ。中山さん、中山サイズです。小型の活性が高く入れ食い状態、逆に肩狙いには難しい状況です。肩狙いしたいから落としたいんやけど落ちひん。おおお、落ちていってるよ。ああかん、止められた。海の中の状態を説明しますと、70メートル前後に小型が湧いています。忍姉さんはその層を突破して深場にいる大物を狙おうと目論んでいますが、フォールの途中で活性の高い小型に食われて深いレンジまで落ちにくい状況です。天野を止められてしまうと、ちっちゃいな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 、乗っかった。釣れるのは小型ばかり。ちょっと下から肩狙いでやりたいかなと思っても、もう止められる、はい、この状況で大型を引きずり出せるのか。手返しよく打ち返していると、よし落ちた。天野が小型の層を突破しました。チャンスです。忍姉さんの釣り方は早めのストップアンドゴー。ストップを極力短くして天野が動いている状態でタチウオに追わせます。おいおいや、まあまあよ、まあまあよ。さてタチウオのサイズは、大きい。おっしゃー、ドラッタやろ。イエーイ、ドラッタ、やりましたね。
この日最大のドラゴンサイズです。いやーよかった。もうね、思いっきりちょっとスピードを早めにして、でその止めちゃうとね、可愛い子が当たっちゃうんで、そのあたり完全無視で、ちっちゃい子はかけに行かないで、でいつもより早めに巻いて、早めのストップ&ゴーで一気にドーンと持ってった子がこれでした。しのぶ姉さんがストップを短くしていたのは小型に食わせないため、てんやを追わせ続けて遊泳力のある大型が飛びつくのを待ってかけていたのです。やっぱりね、細かい子が多い時っていうのはそのあたりに合わせちゃうとずっと細かい子になっちゃうので、もう無視してどん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 上げてくる。しのぶ姉さん見事にドラゴンを仕留めました。それにしてもでかい。少し波が高くなってきました。中山さんハイペースで釣ってきましたが、同じように誘ってもヒットしません。ちょっとね、波っ気で当たりが取りにくい部分もあるので、ここで竿を変えます。中山さん、竿を変えた理由は？そうですね、ちょっと波系があって、はい、ちょっと H ではなかなか止めれない状態が続いてたんで、ちょっと一回少し柔らかめの MH に持ち替えてみて、ちょっと一回試してみようかなとは思います。波の影響で船が大きく上下に揺れると、硬い竿では止めた時にてんやが安定せず、タチウオが警戒します。そこで竿を柔らかくして波の上下動を吸収させると、てんやが安定するというわけです。うまくいったのでしょうか。てんやに動きをつけてしっかりと止める。すると来た、上の方を狙ってまたり出ました。ちょっとね、波があるので、多分 H では止めきれてない、MH 持ち替えて1本目なんとか。竿を変えた効果で地合いが続きます。来ました。今の感じはフォールですね。ちょんちょん誘ってちょっとフォール入れた時に当たりが出てきた感じ。再び中山さんのペースが上がってきました。さらに、お、サイズアップ、サイズちょっとアップ。お、サイズアップ、サイズアップ、おっしゃ。止めるときはしっかり止めて、それに反応してきてるのかなと。はい、数釣りではきちんと止めて食わせの間を作ることが大切なんです。まあ、釣れる時間もあればちょっと難しい時間帯もあり、まあ、その難しい時間帯をどうやって攻略するかが、やっぱ数釣りの攻略につながってくるんじゃないかなとは。終盤、タチウオの活性がさらに高くなり、浅いレンジに浮いてきました。工場から上で釣れるよ、簡単に釣れるよ。激浅攻略、エレキテルノンストップバイブ、早め。ね、姉さん今なんて言いました？エレキテール、ようわからんけれども、それで浅場攻略なんですね。タ
タチウオが浅棚に浮いてきました。ここで光石さんが必殺の一手を放ちます。激朝攻略エレキテルノンストップバイブ早め。説明しよう。電動リールを巻き上げながら絶え間なく竿を細かく動かす釣り方。活性が高いタチウオを狙っているのでスピードは速め。当たると自動的にタチウオにかかるのだ。いい。やっぱ関西でもバイブレーションが、あ、全然通用するよ、ね。さらに中山さんもほら ね、無駄な合わせが減るよね。いいね、浅場の効率的な調法、攻略方法ですね。でゆっくりなスピードだと魚がいくらでも当たり放題、はいはい、当たれちゃうから、ゴタ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 ボン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 当たられてかからない。そんなような時にはもうスピードを速めちゃって、その中でも本当にやる気があって力があってスパンって当たってくる子だけに絞る。釣り方がハマって一頭一匹状態に。中山さんヒット。そしてまた姉さんに。イエーイ。そしてこまし。イエーイ。いいサイズだな。即掛けで数釣りを狙った中山さんは半日で78匹。そして片狙いの忍姉さんは一回り大きなタチウオを53匹も釣りました。はい、そして番組のご覧の皆さんに、水辺のレジャーを楽しむときはですね、このライフジャケット着用して安全に楽しんでくださいね。はい、それでは、はい、またいろんな釣り楽しんでいきましょう。はい、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。今回は今年絶好調の大阪湾でタチウオを連発、即掛けの達人中山さんが怒涛の数釣りを、そして船釣りの女王光石さんが片狙いでドラゴンを仕留めました。攻め方次第で数も型も楽しめる熱い釣りが皆さんを待っています。